はい、皆さん、こんにちは。カメラ小僧のミスターミラーレスです。いつもご視聴ありがとうございます。今日のテーマはこれです。カメラ小僧のミスターミラーレスが ZFC の手ぶれ補正なしについて簡単に思ったこと。ZFC を今、持っているんですけどね。私の動画初めて見られる方のためにちょっと10秒ほど時間ください。私はですね、OM-1 ってね、マイクロフォーサーズ、オリンパスのフラッグシップのカメラを持って、いろいろ撮影してるんですが、ちょっとある事情でね、ある事情を言ったら、ちょっと長い話になるんだけど、それで、ZFC をね、一応、サブキーというかね、ZFC を趣味でさらに1台増やしました。でね、その、ZFC を増やした理由は、おしゃれで、可愛いいうのが、あるんですけどね。で、ポートレートを、じっくり撮るということで、買いました。そういうことです。それでですね、その手ぶれ、その自己紹介、終わったんですが、その ZFC をね、買うにあたってね、ちょっと悩んだんですよ、実際は。何を悩んだかいうのは、その、手ぶれ補正。手ぶれ補正がなし。手ぶれ補正なしはね、大丈夫かなと。すごいね、ちょっと、結構悩んだんです。悩んだんだけど、私もね、カメラの知識がそこまであるもんじゃないんで、結論としてね、撮るものによるとは思うんです。私が使う範囲では、特に問題なし。ちょっとそれ簡単に話させてください、また。一応ね、今私は写真についてね、この手ぶれ補正のことを言ってまして、動画ではないですからね。動画はちょっと使ってないんで、動画は使ってませんので、あくまで写真についての手ぶれ補正のことです。で、ここ数年、3年4年遡ってですね、私は EM-1 マーク2、オリンパスの EM-1 マーク2、当時のフラグシップみたいなもんですよね。で、EM-1 マーク3、これも当時のフラグシップみたいなもんで、EM-1 マーク3。で、今現在、OM-1、これ、やっぱり OM システムさんのフラグシップ OM-1 ですよね。これ持ってるんですけども、当時買い替えてきて今これを持ってるんですが、これは、正直に私の思っとることなんだけど、カメラ業界トップの手ぶれ補正のカメラだと思ってます。いろいろね、意見はあるとは思うんですけども、実際、私がもう一個今欲しいね、キャノンさんの EOS R6 Mark II とか、例えば他の、富士のカメラとかね、富士さんのカメラとか、ニコンさんのもあるのかな。ちょっと、他の、ちょっと詳しくわからんけども、ソニーさんのとかね、詳しくわからんけども、今知ってる範囲だったら、キャノンさんの EOS R6 Mark II か。あれは確か8段ぐらいあったと思うんですよ。で、あれも業界トップぐらいなんじゃないかなと、思っとるんですけども、ただ私のこの OM-1 も、それに負けないぐらいというか、それを超えるというか、似たり寄ったりの業界トップの手ぶれ補正のカメラだと思ってます。で、なんでこのカメラをこう高いうのは、やっぱり手ぶれ補正が強力なカメラが欲しかったんですね、これもともと。この EM-1 マーク2、EM-1 マーク3にしても OM、今回ね、今持ってる OM-1 にしても手ぶれ補正が、本当カメラ業界トップの手ぶれ補正を進んできたようなカメラなんで、マイクロフォーサーズなんで、それはね、手ぶれ補正しにくいのもあるとは思うんだけど、要するにね、スポーツ撮影とか、その動きのね、スポーツ選手の写真とか撮りたかったんで、撮りたかったし、撮っとったんで、実際いっぱい撮って、過去に綺麗なのいっぱい撮ってます。で、もう、ほとんど処分したような感じなんですけどね。撮ってます。過去に。実績はあって、手ぶれはほとんどしないです。よく、レンズの焦点距離か、それの焦点距離分のね、なんぼで手ぶれ補正をどうのこうのって言うじゃないですか。例えば、焦点距離、例えば600ミリの、レンズやったら600分の1か。それぐらいかなんか、よう言われとんですかね。
ただこの OM1 とかに関してはそんなこと一切気にせんで、もう手ブレ補正はほとんどそのレンズの数値よりもう半分以上下がっとってもほとんど手ブレせんですいうようなレベルのカメラよね。まあ簡単に言ったら数字は、はっきりした数字はわからんよ。はっきりした数字はわからんけども、ほとんど手ブレ線です。で、そういうカメラを使ってきた私がですよ。ZF-C は手ブレ補正ついてないわけだから、これ買うにあたってね、ものすごい悩んだんです。なぜか言ったら、やっぱりポートレート撮ったりするのにね、人物撮るのに手ブレがね、しよったらやっぱり嫌じゃないですか。まあ悩んだんだけどね、正直ね、この OM-1 使ってたらね、撮るもんが結構何でも簡単に撮れるんですよ。まあ、全てじゃないよ。それは当然、高速連写なんかで撮っとって、全然ダメなのも爆散するときもあるし、いいのが爆散するときもあるし、悪いのが爆散するときもあるし、もうその、全てがいいんじゃないんだけど、結構いいのは撮れるんです、それなりにね。ただ納得いかんのも結構あるんですけどね。で、まあ、そういう経験をしてきてね、なんかね、正直あんま面白くないなって言いたいのにも、正直言うたら。それはまあちょっとスポーツ撮影を禁止じゃないけども、その撮影罪のことが結構ありだして、まあこの7月13日からね、もうなんかあんまり面白くないなってきたいうのもちょっとあるの、正直。それでね、ゆっくり丁寧にね、ちょっとこう、女性とかのね、モデルさんとかをまあ写真撮りたいな、いうのがちょっとまあ、感じてきたんでね。でまあ、それでまあ、ZFC 交代のもあるんだけど、でまあ、その手ブレ補正がないいうことはもうその、難しいんじゃないんかな、思ったんですよね、正直言うて。で、やめようか思ったんだけど、このね、ファッションよか、もうこの、もうこれに、すごい気に入ってね、買いましたよ、これも。だから、この、おしゃれなね、まあ私だけかもしれんけど、おしゃれじゃあるようが。ただ、これがいいな、思ってね、もうこれ、こうたんだけど、まあ、ちょっと今回ね、ちょっと話長くなりましたが、トータルね、買ってから、まあ数日経ってはいるんですが、そんなに撮ってないです。そんな撮ってないんだけど、写真。チラッチラッとこう写真撮ってね、感じたことよね、よ。このもう長かったんだけど、話が。カメラ業界トップのカメラを使っとってですよ、その手ブレ補正に関して。この手ブレ補正ないカメラ使うわけだけね。ただね、静止画に関してはね、この動画じゃなくてね、静止画に関しては、特に問題ない気がしてきた。使い方をね、分かっとるか分かってないかでね、ちゃんとこう、扱えるかどうかで、なんかもう、手ブレ補正ぐらいはなんとでもなるなと思ったんです。ちゃんと撮るものよね。だからまあその動画は私は撮らないんで、動画のことはちょっと分からんです。動画ではものすごい手ブレするんかもしれんし、そこはちょっと分からんです。あくまで静止画で、もう止まっとるものね。スポーツ選手とかじゃなくて止まっとるもの。止まっとるものをちょっとまあ自分で実験してこう撮ってみたりしたんだけど、それ後今から例を出しますけどね。例で話しますけども。それを撮るにあたってね、問題ないな思ってね。手ぶれいらんわ思ってね。思いました。まああるに越したことはないものですよ。あった方がいいとは思うんだけど、初心者にはあった方がいいんかもしれんし。ただもう私もね、さっきも言いましたけども、この手ブレ補正業界トップのカメラをこう1回、2回、3回でこう使ってきてるわけじゃないですか。で、なんとなくね、もう、やっぱり慣れてくるいうか、もうその、面白ないなってくるのもちょっとあるんですよね。で、ゆっくりほんと撮りたいいうのもあってね、自分の腕だけで撮ってみたいいうのもちょっとあってね、この手ブレ補正なしでね、撮ってもね、意外とね、手ぶれせんもんじゃなと。要は使い方の問題じゃないのが、やっぱり、その人の腕いうかね。例えばね、これ手ぶれ補正ない。じゃあ他の
メーカーの同じようなもので手ブレ補正があるって書いてあるのがあったとするじゃないですか。その手ブレ補正が何段何段って書いてあると思うんだけど、あの数字はメーカーが出してるだけのことで、当てにならんなぁ思ってね。例えば手ブレ補正8段とか、手ブレ補正6段とか5段言っても、ほんまにその段数あるのかどうかいうのがね、どうなんかなぁいう。同じね、メーカーが違って、こっちは手ブレ補正8段、こっちもメーカー違って手ブレ補正8段で、同じように状況で手ブレ補正ね、専門家やったらちょっと誤差ありそうなしね。だからあの数字はね、当てにならないのもあるんです。それメーカーはちょっと出せませんけども、過去にね、私がこれ EMR マーク2買ったのにはね、本当理由があってある機械と悩んでたんです。で、その時に広島で一番でかいカメラ屋さんに行ってから、いろいろ実験、店員さんと一緒に実験したんです。やったらね、手ブレ補正あるカメラがね、全然手ブレがダメなんよ。で、この EMR マーク2は、全く同じような感じで撮っても、まあ初心者だけね、わからん、素人じゃん。撮っても、全然手ブレせんのんよ。だから、その数字はまあとにかく当てにならんな、いう、まあ、そのメーカーが書いとるだけで、いうのはちょっとありました。まあそのメーカーさんに迷惑かかって今出しませんけどね、過去に言ったかもしれんけど、その時はまあその時で、あくまで今は今でね、ちょっと出しませんが。でね、ちょっと話本当長くなったんですけど、これ例出す時に、改めて思ったのがね、私車をね、マニュアル車乗っとるんです。で、マニュアル車乗っとるんだけどね、エンスト、車のエンストと一緒じゃん、もうね。うちの嫁さんが、私の車はやっぱりたまに乗りたいわけです。乗りたいんだけど、その時に、なんでマニュアル車交換かいうことでもう、わー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 言うことがあるんです。まあ、要するに下手くそなんね。で、エンストする場合だもん。要はハンクラッチ、ハンクラの、微妙な加減がわからんのんで、アクセルとクラッチを外すときの微妙な、足の感覚がわからんのんで、エンストを起こすんですよね。なんかそれに似とるな、思ったんです。まあ、全然違うとは思うよ。全然違うとは思うんだけど、要するに手ブレ補正を起こすか起こさんかは、これぐらいじゃったら、シャッタースピードをいくらぐらいにしとかんにゃいけんいう、例えば、静止画、静止画言うてね。例えば静止画で、例えばコンクリートの上にカメラを置いとるんと、木の枝でも太い枝じゃなくて、木の細い枝にカメラを引っ掛けて、カメラを引っ掛けて、太い枝なら揺れんと思うんだけど、カメラを引っ掛けたら、ちょっとなんとなくたわむようなぐらいの細さの枝に、ストラップごとこうカメラを引っ掛けたときに、いくら静止がしとる言うてもちょっと揺れたりするんよ、こう風で。だからいくら静止がじゃ言うても、ちょっと動くんね。まあ人間を撮るのも瞬きとか、まあちょっとこうあるじゃない、いろいろ。ちょっと体の向きがちょっと変わるとか。まあ、それに近いね、静止画でもちょっと動くと。じゃあさっきの車のハンクラと一緒で、駐車場に停めるバックの時のゆっくりのハンクラと、信号がはい、青になった。じゃあ、バーンと行くハンクラからこう入っていく時に、水平な道路と、ちょっとこう斜めの道路、坂っぽい道路のハンクラの、アクセルの踏むタイミングいうのは違うじゃないですか。チート、斜めじゃ、の坂だったらアクセルチート吹かんといけないですね。で、クラッチもチート遅いというか。その、あれはもう体の足が慣れとるじゃないですか。それにちょっと近いものがあってね、シャッタースピードをどれぐらいにしたらいいかのも、まあなんかね、そんな雰囲気を感じたんですよね。まあちょっと違うとは思うんだけど、なんとなくそんな雰囲気を。まあそういうことでね、結論から言ってもう本当長い話になったんだけど、手ブレ補正は絶対 FC の手ブレ補正は必要ないと、私は断言できました。断言します。
よくね、別に、他の YouTuber さんを批判してるわけじゃない。そういう誤解線にとって。他の YouTuber さんが、これがフルサイズになって、フルサイズカメラになって、手ブレ補正がついとればいいんじゃが、いうのを見たことが何件かあります。で、確かに私も、それはそれに越したことはないし、いいなとは思うんです。良ければ良いほどいいと思うんで、手ブレ補正あってフルサイズになった方がいいと。というのは、なんとなく気持ちはわかります。わかるんだけど、やっぱりメリットあるいはデメリットがあるいう、少し重たくなるとかね、少し大きくなるとか、まあ、例えば、使っとって、さっきも言うように初心者はそれでいいかもしれんけど、私らみたいにある程度、写真撮り出した時に、もう撮り慣れてきたらね、わー、手ブレ補正なしでじっくりね、悩みながらね、ブレんように、じっくりマニュアルでピント合わすよね、ああいう楽しみを味わいたいのもあるよね。そういう、難しいんじゃけど、こうやりたいよね。まあ意外と難しいないんじゃけどね。要はね、そういう体験をしたくなるよね。だからね、ほんとくどいけど、結論ばっかり言うんだけど、この人。手ブレ補正はいらないと。特に問題ないと。まあ今とか単にカメラを置いとるとかね、ちょっとしたものをこう撮っとるだけなんで、まあ確かにいらんのんでしょうけどね。ポートレートとなるとちょっとやっぱりこう、実はいるんかもしれんし。それはちょっと私もまだやってないんでわからんけども、意外といるかもしれんしね。ただその悩みながら撮りたいのもちょっとあるんです、正直言って。ということでね、ちょっと簡単なの撮ってますんで、ちょっとまあ見てください。それで説明します。それで、今回ですね、4枚写真撮ってます。で、それでちょっと簡単に話させてください。これ1枚目なんですけども、ZFC、APS-C のカメラね、ニコンさんの ZFC で、これ数メーター離れとるんですけども、まあ正直でピントが確実に合ってないですよね。ピントが確実に合ってない、クソ下手くそがって思われそうなんですけど、これレンズがね、50ミリの、まあ、TT アートさん、アートさんか、まあ、そんな感じのメーカーの、まあ、中国製のメーカーの分の F1.2 のレンズなんですけども、で、確か F1.2 で撮ったと思うんだけど、ちょっと、まあ、それでですね、マニュアルフォーカスですよね。マニュアルフォーカスで、この日ものすごいこれね、晴天でね、もう見てもらったらわかると思うんですけども、もう白飛びするぐらいのね、もうものすごい晴天だったんで、ファインダー覗いて撮り寄っても、ね、もう暑い暑いでね、今一歩見えにくいいうのもありました。でまあそういうので、フォーカスが今一歩合うてないんだけど、オリンパスの OM-1 のところに確か合わせたような気するんだけど、カメラの軍幹部のとこの横の OM-1 って書いたとこに合わせたような気がするんだけど、まあ今一歩ピントが合うてないと思うんだけど、手ブレはないと思うでしょ、これ。手ブレはこれね、滲んでね、もうレンズの問題じゃもうね、まあピントが合うてないんかね、手持ちなんで、手持ちいうかまあ手持ち撮影なんだけど、マニュアルなんでね、まあちょっとそういうことです。で、これ2枚目なんですけども、これもね、結局ね、マニュアル操作慣れてないいうのもあってね、これ手ブレじゃなくて、もうピントが合うてないんですけど、これ F1.2 のレンズなんですけど、F1.2 でね、なんかね、マニュアルフォーカスで、まあこれ、TT アートさん、かね、まあ、そこの中国のメーカーのレンズなんですけども、まあ、レンズが悪いとかいうより、まあ、私のピント合わす技術がね、マニュアルの合わす技術が、まあ、今一歩いうのもあるんでしょう。で、まあ、どっちかやったら左側のストラップのね、OM システム OM-1 って書いたところの方にピントが合うてますね。 OM-1 あ、この OM-1 のところに OM-1 のところに
OM システムの S システムのとこと OM1 とこのストラップのねところにピントが合うとるかなと。これよく拡大したらね、あの 100% まで拡大したら、あのカメラ自身のね、こう私から皆さんから見て右側にあの彫り込みの OM システムって書いてあるんで とこがあるんだけど、カメラ自身にあの私らから皆さんから見て右側のところに、ね、右側下に OM システムって彫り込みになっとるんだけど、どうもあそこの付近にもピントが合うとるって感じね。だからで OM1 とかオリンパスの軍幹部のとこはねピントが今一歩合うてないんか、まあ合うとってもこれ光の加減かね、ちょっと私専門用語わからんけども、これ光が反射してちょっとねこれものすごい光の関係があるんか、ちょっとこの辺うん、でも今一歩合うてないねピントが、この辺は合うてないわやっぱり。まあそんな感じでね、意外と合わんのが楽しいんですこれ。あのじわじわね慣れてくるいうこの面白いですよこれ。次いきますね。これもねさっきのはね確かピント合うてないような気がしたんで位置変えたんですよ自分で。やっぱ考えんとダメ、頭使わんと、あのもう何も考えずにねオートマで、オートマやったらおかしいけど車のオートマ乗っとるのと一緒ですよ。私も車のオートマは十数年乗ってきたし、20年までいかんか、まあ、十何年乗ってきて、その前後にねマニュアル車を乗ってきておるんで、オートマはとにかくねもう何も頭使わんじゃないですかオートマの車は。まあ、そんな感じだったらね面白ないんよね。まあその人による思うよ、それ楽でいいいう、まあうちの嫁さんなんかそうですよ。だから楽よねオートマは、だからそれはそれもいいとは思うんだけど、ただねまあ私らは車が好きなんでオートマはもうね飽きるんですよね。まあオートマで峠走っとっても全く面白ないんで、でやっぱり自分でねチェンジを変えるようにと、それとまあ似たような感じです。要はこれ手持ちの、手持ち三脚なし手持ちで、あのマニュアルフォーカスでピントを合わして、あとまあ明るさのね、まあ、調整して、まあ、絞りとか、まあ、絞りでもこれ 1.2 の開放なんですよね。 1.2 の開放、50ミリ中国製のレンズ TT アートさん、アーチさん、まあ、75ミリですね、フルサイズ換算で75ミリ35ミリ換算で、これでオリンパスのところにピント軍艦部とか合わしたはずですこれ。だからまあそこが一番大取るように思うたんだけど、よく見たらこれも右下の OM システムってなんか彫り込みになっとるんだけど、皆さんから見て右下ね OM システムって彫り込みになって、あそこの方がまだピントが合うとるような感じですね。今一歩ちょっとこう後ろの、だからオリンパスの軍艦部のところより右手の人差し指でシャッターを押す下の F 値調整、そこのダイヤル、フロントダイヤルの方にピントが合うとるいうかね、少し前のオリンパスはちょっとずれとんか、まあそれはそうでね楽しいんですよこのじっくりピント合わせて失敗を繰り返していくいうねいうことです。で最後次いきます。やっぱりねこれ最後なんだけどね、最後頃になってくるとねだんだん慣れてくるんです。撮り始めの1枚目はねまだ電源入れて撮り始めの頃でちょっとまだね準備運動体制ですよ、俗に言う準備運動で、2枚目3枚目ずっと撮ってきていろいろこう撮り寄って4枚目ぐらいでもこの最後はねもうあの準備体操から抜けてある程度体が慣れてくると、これになるとねよくよく見てもらったらねこれ枝のねそこにストラップでかけとるんですけども、
この枝の太いところにかけとんじゃないんです。これ実は太いところにかけとったらカメラが揺れんじゃないですか。これね、まだ細いね、ちょっと揺れたわむ言うたらおかしいんだけども、その重みで、カメラの重みで枝がたわむようなね、その枝折れやせんですよ。そういうひどいことは私はしませんのでね、折ったり切ったりね、折ったり切ったり、そういう、どういうかね、問題になってるじゃないですか、今、社会問題で。そういうことはしてませんので。ただ単にちょっとこう、たわむぐらいのね、感じで、まあ、すぐ戻しましたけどね。で、要は揺れるレベルです、ちょっと。風が吹いたら。で、多少揺れてたような、揺れてないような感じです。そこを、自分の一番ベストポジションから、まあちょっと好きな、まあ構図は私は詳しいことわからんのでね、構図はどうでもいいんです。自分の好きな、もう自分の好きなように撮ればいいだけで。で、ちょっとこう、こっちでこう撮ってみたんだけど、ここまで来るとね、ある程度ピントがオートでしょ、OM-1 のとこへ。これはオリンパスじゃなくて、確か OM-1 に合わせたと思うんですよね。OM-1 でもストラップの OM-1 じゃないですよ。軍艦部のオリンパスの左側の、皆さんから見て左側のフロントダイヤルの横というかね。まあ、そこの OM-1 白で書いたね。ストラップじゃないですからね。そこのカメラの軍艦部の横のとこの OM-1 のとこにピントを合わして、で、シャッターを切ると。F1.2 だったと思うんですね。これちょっと絞ったかもしれない。1.4 ぐらいにしたかもしれん。F1.4 ぐらいにちょっとずらしたかもしれんね。確か 1.2 だったような気するんだけど、ちょっとこれがね、EXIF データが出ないんですよね。これ、マニュアルで他社製の、これまあ知っとる人はね、当然知っとる思うんですけども、他社製のレンズ、オールドレンズとか使ったことない人はわからんと思うんだけど、これ純正のレンズつけとるわけじゃないんで、ZFC、ニコンさんの ZFC に、何べんも言うけども、中国製の TT アーティサンズの 50mmF1.2 のマニュアルレンズつけとるんで、映したカメラの、EXIF データ、データ見るじゃないですか、エクスプローラーで、プロパティで。だったら、出ないんですよね。F なんぼで映しただとか、そういうのが。出るのはありますよ。例えば ISO がいくらだとか、それはもうカメラの方で、ZFC のカメラの方で、まあデータを持ってるんでしょうね。だから、それは出るんだけど、あれは出ないんです。シャッタースピードは出たけども、F 値、絞り値は出ないんですよね。マニュアルなんで。で、まあ要するに F1.2 だったか 1.4 かちょっとまあこう忘れたんですけども、確か 1.2 だったと思いますけどね。ここまで、これになるとフロントダイヤルにしても、オリンパスもね、くどいけど OM-1 も、ある程度ピントが合うとるじゃないですか。だからね、だだん慣れてくるよね。人間慣れは強いですよ。で、手ブレもしてないでしょ、手ブレ、被写体ブレも。被写体ブレ1000いうのはね、実はかなりシャッタースピード上げました。シャッタースピードをね、ちょっと上げました。ちょっとそれはまた今度お知らせします。ちょっと上げてます。だからね、まあそういう感じでね、車の半クラと一緒ですよ。少しアクセル踏む、少しクラッチを外すタイミングを緩める、早める。あまり早めると演出するし、クラッチをね、早く外すと。ゆっくりクラッチを外しながらアクセルを十分に踏まんと演出するじゃないですか。それと一緒でこれもシャッタースピードを十分に取る。もしくはどういうかね、揺れ取るんじゃったら、それに見合ったシャッタースピードをね、やるとか、絞りを、チート絞ったら、オリンパスにも OM-1 にも両方、ピントが合う。
だけど解放にすればオリンパスだけになるとか、OM1 だけになるとかね。あの、フロントダイヤルのとこだけになるとか。少し絞れば、フロントダイヤルも OM1 もオリンパスも全部ピントが合うと。そういうことを理解してね、あのマニュアルで操作して苦しみながらね、映したらね、これは面白いんですよね。まあ、多分ね、今度もうちょっとあと機会があったらモデルさんを撮ろう思うんですけど、多分ピンボケが多発するんじゃないんかな思うんじゃけど、それはそれでね、楽しもうかな思ってね。まあ、そういうことです。今日はね、ご視聴ありがとうございます。まあ最後にちょっと挨拶を、まあ聞いてください。今日はね、本当ご視聴ありがとうございます。でね、要するに、まあこれテーブル補正ついてないんだけどね、すべて完璧じゃないカメラ、まあ例えば APS-C でフルサイズじゃない、テーブル補正ついてない、意外とそういうのはやっぱ可愛いよね。要はあるじゃん、デキンコが可愛いいうかね、なんかあるじゃん。まあ、そういうような感じでね、すべてがね、揃ってないんだけど、そのテーブル補正が自分の腕にかかっとる。APS-C なんでフルサイズよりは画質が悪いんかもしれんけど、自分でこう、少しでも画質を要するように設定すると。もしくは場所を選ぶとかね。そういう悩みながら撮るのがね、楽しいんです、今。もう簡単に撮れるのは飽きてきたんですよ、なんか。いうことです。今日はご視聴ありがとうございました。